それではお待たせいたしました。ただいまよりベルーガの不思議な魚の食べ方解説を始めていきたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。本日は名古屋港水族館へようこそお越しくださいました。今回解説を担当いたしますのは、私ベルーガの飼育係をしています西本と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ゴールデンウィークということなんですけれども、皆さんこの中でですね、愛知県以外から今日名古屋港水族館へはるばるやってきましたというお客様はどれくらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。多くの方が手を挙げてくださいました。ありがとうございます。ちなみに名古屋港水族館初めてですという方はいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。こちらも大勢の方が初めてということで大変嬉しく思います。さあ、皆さん愛知県以外からもう遠方からもですね、多くの方来られているということなんですが、こちらにいる3頭ですね、実は名古屋港水族館にいる前ロシアにいました。はい、とっても遠いところからやってきました。もう10年以上前ですね。というのもベルーガが住んでいるのは北極周辺の海なんです。ロシアやカナダ、アラスカなどの方の海域で暮らしているんですね。ですから日本周辺で彼らに出会えるということは滅多にありません。別名を白イルカとも言うように、体の色が白いことが特徴です。しかし生まれてくるときはこんな風に白くありません。生まれてくるときは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になっていくんです。ですから年を取っていれば取っているほど色が白いということがわかります。こちらにいる、はい、今近くにやってきたベルーガですね、よーく見ると少し体にまだ灰色の部分が残っているんです。この3頭の中では一番若いベルーガというわけなんですね。また北極周辺の冷たい海で暮らしているため、体にはたっぷりと脂肪を蓄えています。この脂肪は悪いものではなく、ベルーガにとっては生きていくためになくてはならないものです。純粋な脂肪だけの層が体の周りをぐるりと取り巻いていまして、その厚さはなんと15センチ以上にもなると言われています。よくパッと見てベルーガは筋肉質な体型だなという声も聞かれますが、もちろん筋肉もついていますけれども、体の外側は分厚い脂肪の層で覆われているんです。なので触ると大変柔らかく、そのため先ほどからここで泳いでいてもガラスにぶつかっても全然平気そうでしたね。ペタンとして柔らかそうに通り過ぎていきました。はい、今もぶつけておりますが、さあ名古屋港水族館では全部で5頭のベルーガを飼育しています。そのうち今こちらにいるのは大人の3頭です。先ほど今この大人の3頭恋の季節を迎えていますというお話をしました。今は大人だけで生活をしています。さあ、それでは今日のイベントに参加する3頭のベルーガをそれぞれ紹介していきます。まずは先ほども遊びにやってきてくれましたターニャからこちらにやってきてもらいます。先ほどは機嫌が良かったので自らやってきてくれましたが、どうでしょうか？はい、タニャこっちだよ。来てくれましたね。はい、タニャありがとう。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、タニャじゃあこっちも来れる？ちょっとしゃあねえなっていう感じで行くんですもんね。はい、こんにちは。はい、ではありがとう、帰ります。さあ、今のがターニャです。2007年に子供を産んだベルーガです。一番感情豊かで面白い性格ですね。さあ、次にやってくるのはオスのホドイです。推定なんと38歳とですね、かなり高齢です。動きもゆっくりなんですね。はい、ほどやってきましたよ。大きな頭が特徴です。ビヨーンとガラスにぶつけてますね。とてもここ柔らかいんです。胸びれが少し反り返っているのも特徴的です。はい、ほどよく来てくれました。はい、ほどはですね、こちらに来ることしかできません。何せ年もだいぶ上ですのでね、ほどにはちょっと甘くやっております。そして最後に紹介するのは
メスのグレイです。体に模様があるのが特徴なベルガですが、グレイは今来た2頭とは違った方法で登場します。さあどうやって登場してくるでしょうか。どうでしょうか。じわじわと後ろに下がってきました。下に降りてきてくれましたね。わかりますか。ここおっぱいがちゃんとわかりますね。はい、これがグレイです。グレイの全身です。私と比べるととても大きいのがわかりますか。だいたい私が1メートル60センチくらいです。グレイは3メートル70センチくらいあります。体重は700キロ近くあるんです。はい、グレイしっかりと体を見せてくれましたね。なかなかくねくねしたり、体柔らかそうですよね。くるくる回ると、はい、つるんとしています。背びれがありません。これもベルガの特徴です。はい、グレイありがとう。さあこちらの3頭が今日のイベントに参加してくれます。イベントのタイトル、ベルーガの不思議な魚の食べ方ということで、まずは名古屋港水族館で揚げている餌の魚を紹介します。1種類目はこちらです。何の魚だかわかりますか。これニシンです。はい、ニシンです。さあ2種類目はこちら。きっとこれはですね、多くの方が一度は食べたことあると思います。ホッケです。ただ開いた姿の方がもしかしたら馴染みがあるかもしれません。最後はこちら。これはイカナゴという魚です。この辺の地域ではコウナゴといって、もっと小さなサイズのものが売られていると思いますが、このイカナゴは北イカナゴという種類で、北海道の方で取られています。さあこの北イカナゴ、イカナゴなんですけれども、ちょっと変わった性質があるんですね。今度はボードを見ながら説明していきます。はい、これ海の底です。砂をですね、ベルガたちが見つめているんですけども、この砂の中にはイカナゴが隠れているからです。イカナゴというのは砂に潜る性質があります。砂の中に潜ってしまっているイカナゴをベルガたち食べようとしていますが、どうやって食べるのでしょうか。今日はそのあたりの食べ方を中心に見ていきたいと思います。といってもこちらのプールに砂をまくわけにはいきません。今日はこの筒を使って紹介します。筒の中にはイカナゴがたくさん入っていますが、結構筒長いですね。ベルガの口は短いです。どうやって食べるのでしょうか。最初にやってきてくれるのはホドイです。推定38歳のだいぶ年上のベルガなんですが、マイペースな性格をしています。動きもゆったりしていますね。さあホドイが筒に近づいてきて、一生懸命口を動かしています。そしてハーフ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 と口を動かし、シュッと吸い込んで食べていきました。皆さん分かりましたか。口をまずハフハフ動かして水を吹いていたんです。水を吹いてイカナゴを巻き上がらせ、巻き上がってきたところを吸い込んで食べていました。次にやってくるのはグレイです。皆さん口元もよく見てください。とってもよく動いています。ふう、水を吹きかけました。そしてシュッシュッ。ベルガは口がとっても柔らかくつぼめることができます。この口の器用さを生かして水を吸ったり吹いたりしながら魚を取っている食べているんです。実際には砂に向かって水を吹きかけ、砂を巻き飛ばし、中から驚いて飛び出てきたイカナゴを吸い込んで食べていると言われています。口の中に入ったイカナゴは丸飲みしているんです。この筒がへこんでいる様子を見ても、かなりの力で水を吸ったり吹いたりしているというのがお分かりいただけるかと思います。どれぐらいの量を吸い込めるか一度測ってみたら、 2,3 リットルほどの水を一度に吹き吸い込むことができていました。ベルガは早く泳ぐ魚を捕まえるのはちょっと苦手かもしれませんが、このような口の器用さを使って
砂に隠れている魚だったり、その他にもイカやエビ、タコなど様々な種類の生物を餌としていることが知られています。皆さん、ベルーガの器用な口を使ったちょっと変わった魚の食べ方、いかがでしたか？さあ、ここからはですね、この口の器用さを生かしたベルーガならではの特技も紹介していきたいと思います。バブルリング、聞いたことありますか？一時期 CM でも紹介されていましたね。口から空気の輪っかをプッと吹き出して作るという技なんですけれども、バブルリングですね、名古屋港水族館のベルーガたち全頭できます。しかし私たちが教えたわけではないんですね。遊びの中で自然と身につけた技です。今ではトレーニングで私たちの合図を持ってそのバブルリングを行うことができるように練習していきましたので、今日はその成果を披露します。まずはグレイにやってきてもらいましょう。ではまずは皆さん、ガラスを見ていてください。ほい、あ、間違えた。はい、じゃあ一旦呼吸ちょっと間違えちゃったので一旦仕切り直して呼吸させました。はい、じゃあグチャ行くよ。ほい、あれ間に合わなかったね、グチャ。自分で吸ってガラスに向かってリング作りました。はい、はい、よくできました。じゃあグーちゃん次は、はい、あ、ちょっとグーちゃん違う、もう一回いくよ。はい、はい、今度は上からバブルリング作って降りてきます。おお、はい、ちょっと崩れてしまいましたが、もう一回いこう。はい、ぐーちゃん、あ、来た。はい、上からよいしょ。ちょっと今日は崩れてしまいましたね。じゃあもう一回いけるかな。はい、さあ頑張ってよいしょ。はい、今日はちょっと不発ですね。なかなか綺麗なリング見られませんでしたが、頑張ったね。うん、ありがとう。しっかりグレイ頑張ってくれましたね。さあ次はターニャにやっていってもらいます。ターニャはバブルリングではなくエンジェルリングをお見せします。エンジェルリングというのは口からではなく鼻からリングを出す種目です。頭の上に空気の輪っか、綺麗な天使の輪っかのようなリングが見えますので、エンジェルリングと呼んでいます。はい、じゃあタチャリー、いくよ。ほい、はい、どうでしょうか。綺麗でしたね。はい、タチャ上手だったよ。もう一回いくよ。ほい、はい、ありがとう、タニャ、バイバイ。はい、タニャ、無事しました。綺麗なドーナツのような天使の輪っか見られましたね。とても上手にできました。さあ、皆さん、今日はベルーガの不思議な魚の食べ方、そして特技のバブルリングやエンジェルリングを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。最後にグレイから皆様へお別れのご挨拶です。グレイにやってきてもらいます。はい、それでは皆さん、ありがとうございました。さようなら、バイバイ。バイバイ。なんとなく動いてますね。なんとなく大丈夫ですか？はい、バイバイ。はい、しっかり動いてますね。バイバイ。はい、じゃあ帰ります。以上をもちまして、ベルーガの不思議な魚の食べ方終了したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この後ですね、グレイのバブルリングの練習をしたいと思いますので、皆さん、ガラスからはそのままの位置でご覧ください。
ですね、トレーナーにたくさん今きれいにできたのでご褒美の餌をもらっているところです。以上で練習の方も終わります。ご協力ありがとうございました。